お金にこだわったのではなく、自分ではなくてアメリカメジャーリーグという舞台で日本人アジアの選手がこれだけの選手が評価を受けるということ、野球界全体の底上げというのが頭にあって、そこは額なのかもしれませんが評価をちゃんとしてほしいと、そこを大切にしたのかなと僕は思います。これはドジャースとの契約を発表をした大谷選手に向けて恩師である栗山英樹氏が口にした言葉です。まさに天文学的な規模となった大谷選手とドジャースとの契約ですが、大谷選手が自身のインスタグラムで契約の発表が行われてから様々な事実が明らかになりました。中でも10年7億ドルという前代未聞の契約内容に注目が集まりましたが、この詳細が明らかになるにつれ大谷選手の人柄がうかがえる最高の内容だとして称賛の声が集まっています。そこで今回の動画では大谷選手とドジャースが結んだ契約について紹介しつつ、有識者たちから巻き起こっている大型契約への疑問の声についても取り上げていきます。大谷の人柄が現れた最高の契約、北米スポーツ最大の関心事項と言われた大谷選手の去就は、12月の9日に自らがインスタグラムにドジャースとの契約を発表したことで終止符が打たれました。大谷選手がドジャースとの契約を発表した直後から複数のアメリカのメディアが、翔平大谷の契約規模は10年総額7億ドル、メジャー史上最高&北米プロスポーツ最高額となる見込みと報じたため、発表を待ち望んでいた日本のファンからも、1年100億とか想像もできない、ここまでとは想像できなかった、赤から青の球団に変わるのかなど様々な反応が見られました。コンオフの移籍市場で最大の目玉になっていた大谷選手ですが、アメリカメディアでは MLB 挑戦の2018年から今シーズンまで6シーズン在籍したエンゼルスのほか、ドジャース、ブルージェイズなどを中心とした複数球団の争奪戦が展開されていると伝えられていました。前日には大谷選手が乗った飛行機がトロントに向かったなど、未確認の情報にメディアが振り回される事態に発展しましたが、蓋を開けてみれば大本命と言われたドジャースが7年越しの恋人である大谷選手との契約にこぎつけたのです。大谷選手はシーズン中に肘に怪我を負ったため、新たな契約規模は予想されていた6億ドルから大幅な見直しが予想されていました。ですがドジャースは大谷選手の価値を、単純なプレイヤーとしてだけでなく世界的な影響力のあるアスリートとして評価していたこともあり、これだけの大型契約の提示に至ったようです。大谷選手の契約はサッカーのアルゼンチン代表リオネル・メッシが17年11月にスペインの名門バルセロナと締結した6億7400万ドルを超え、スポーツ史上最大の契約だったことがわかると現役のメジャーリーガーたちも驚きの声を上げました。 MLB 公式サイトは、翔平大谷の契約がスポーツ界を魅了すると銘打った記事を掲載、現役スターたちの声を紹介。メジャー通算356本塁打を記録し、自身も FA 中の上位ボット選手は、店で大爆笑したよ、店員に大丈夫か心配されたぐらいだと X にポストし、さらに元ドジャース所属のキケ・ヘルナンデス選手は、床に落ちた俺の顎を拾ってくれる会社を誰か知っていたら教えてくれと強調し、古巣への大谷選手加入に驚きを隠せない様子を見せました。また野球界以外にも反響は広まっており、大谷選手に塗り替えられるまで北米4大スポーツの最高額契約を誇っていた NFL の大スターであるパトリック・マホームズ選手は、マジかよってなってる、とにかく彼におめでとうと言わなくちゃと興奮気味にポスト。これに元 NFL スターの JJ ワット氏が返信を送る形で、2つのことをプロレベルでできるってどれだけすごいことか、マジで翔平大谷は正気の沙汰じゃないと絶賛を重ねました。さらに大の野球好きとしても知られる NBA スターのドノバン・ミッチェル選手も自身の X で、7億ドルは本当にクレイジーだ、だけど彼はそれだけの価値が十分にあるよ、いやいやマジでやべえってと驚嘆しつつ、大谷選手の異能ぶりに敬意を表します。ミッチェル選手はその他にも大谷選手に関するポストをいくつか X に挙げましたが、そのほとんどが語彙力を失っており、これを見たフォロワーたちからは、
ミッチェルのようなスターでも大谷の偉業には言葉を失う。子供のような姿が見られて可愛らしい。大谷の契約は全てのプロスポーツ選手が注目していた。との反応が見られました。大谷選手とドジャースとの契約年数や規模に驚きの声が上がる中、日本円で1000億円を超える年俸のほとんどが後払いであることが発覚し、球界にはさらなる衝撃が走りました。大谷選手の計らいにドジャース関係者は恋に落ちた。ドジャース側からも12月12日に大谷選手と正式な契約を結んだことが発表されましたが、10年総額7億ドルの大半が契約満了後に支払われる後払いと報じられ、各方面に衝撃を与えました。ジ・アスレチックの報道によれば、大谷選手とドジャースは1年あたりの報酬7000万ドルのうち6800万ドルを後払いにするといい、来期から支払われるのは年200万ドルだけとなる見込みで、契約が終了した後の2034年から2043年にかけて残りが支払われます。アメリカの老舗紙ニューヨークポストは、大谷選手がこのような異例の契約を結べた理由を、ショウヘイ・オータニはすでに大幅な繰り延べでドジャースを助けている、という見出しでこの契約について分析しています。記事はこの繰り延べ払いについて、まさに前代未聞のものとされ、年俸7000万ドルのうち6800万ドルであることが明らかになり、ドジャースにとってこの契約は当初考えられていたよりもはるかに賢明なものとなると高く評価しました。しかもさらに驚きだったのが、大谷選手関連の話題で何度もスクープを報じてきた ESPN のジェフ・パッサン記者が自身の X に投稿した内容でした。パッサン記者はドジャースと大谷選手が契約を結んだ直後に、ショウヘイ・オオタニの契約には彼の年俸の大半を含む大幅な繰り延べがあるが、関係者によるとこれは大谷からのアイデアだと、後払いを提案したのは大谷選手側だったことを明かしたのです。実はこれまでも複数の球団で後払いの方式が採用されることがありましたが、 97% もの比率は過去に例がなく、パッサン記者は、年俸の支払いを延期させることで贅沢税にかかるコストを削減し、ドジャースは大谷を中心としたよりいいチームを作ることができる。これまで私は大谷を長年取材してきたが、彼のプライオリティはお金でないことは分かっているつもりだった。だが年俸のわずか 3% しか受け取らないというのはさすがに予想ができなかった。本当にすごい人物としか言いようがない、と記載しました。現地メディアジアスレチックのケン・ローゼンタール記者も自身の X で、この後払い契約はドジャースの贅沢税とキャッシュフローの負担を軽減し、可能な限り競争力を高めるために必要な柔軟性をチームに与えるための大谷からのアイデアであったようだと伝え、これは大谷が勝てるチームを求めている表れと付け加えます。また ESPN のアルデン・ゴンザレス記者は、これは北米プロスポーツ史上最大の契約となった。1年単位の年俸で見てもバーランダーとシャーザーのメジャーリーグ記録4330万ドルを上回り史上最高額となったと、前代未聞の契約内容について言及し、さらに驚愕すべき事実はと前置きを挟み、この契約にはオプトアウトは含まれていないと伝えたのです。オプトアウトとは長期契約を結ぶ選手がつける当たり前といえるオプションであり、契約を途中で見直したり破棄したりすることが可能になります。大谷選手は最初からこの契約にオプトアウトのオプションを盛り込んでいないので、40歳になるまでドジャースに在籍することが確約されています。オプトアウトのない10年以上の契約はメジャーでも異例と言われており、すでに複数の有識者たちは大谷選手とドジャースが生涯契約を結んだと報じています。 FA になった大谷選手へはドジャース以外にもエンゼルス、ジャイアンツ、ブルージェイズなど複数の球団が本格的な交渉に臨んでいましたが、その中で同じ町を本拠地とするチームをまたぐ移籍に、日米のファンからも信頼の厚い大谷マニアとして知られるアナリストのベン・バーランダー氏は3つの理由を推測しています。 FOX スポーツの MLB 専門 X で、なぜショウヘイはドジャースを選んだのか。ベン・バーランダーによると、その理由は3つの単純なものだ。1、勝利。2、お金。3、場所と題した動画が公開されています。この中でバーランダー氏は、ショウヘイはドジャースを選んだ、私の意見では 2,3 の理由があると持論を展開。
バーランダー氏は動画の中で日米のファンに力説し、一つ目は勝利だ、彼は今勝ちたいんだ、ここ数日話されていた他のチームであるブルージェイズやカブスは今勝てるのか、彼らはドジャースと同じように勝つための準備がされているかと、大谷選手が望むヒリヒリしたシーズン終盤を戦えるチームだとしました。続けて二つ目はお金だ、10年で7億ドル、つまり1年で7000万ドル、これはいくつかのチームの給与より高い、翔平は一人でこれらのチームと同じくらい稼いでいる、これはとんでもないよと、ロサンゼルスという巨大マーケットを本拠地に巨額投資を行える球団であることも大きな理由だとしています。そして最後は実に大谷らしい配慮もあったのではと推測、場所だ、西海岸は日本にいる人たちが起きて翔平がプレーするところを見るのを容易にする、彼は日本にいる人たちに寄り添う存在であり、簡単に彼が野球をプレーするところを見られるようにしたかったんだ、これはここドジャースにも当てはまると、日本から応援するファンへの配慮として本拠地での試合中継などが見やすくなる球団を選んだのではないかとしました。そしてこの直後にドジャースの関係者が大谷選手との面談の内容を明かすと、バーランダー氏の推測が的を得ているとしてファンの間で話題になったのです。アメリカスポーツ専門誌スポーツイラストレーテッドは、ドジャースの10年にもわたる翔平大谷の追求がついに成し遂げられたとの見出しで記事を掲載し、大谷選手とドジャース側が面談した際の内容を報じました。10年7億ドルという巨額契約が注目を浴びる中、ドジャース関係者の一人は、彼は本当に最後のお金までを追い求めることよりも居心地の良さのレベルを優先しているようだった、彼はベストな契約は最多のお金であるとは考えていないようだ、そしてもし彼が今後10年間でプレーオフへの一番のチャンスを求めているのなら、私たちは過去の実績だけでトロントに対して明らかにアドバンテージを持っていることになると、やはりお金だけではなく勝ちたいとの思いが優先されていたことを明かしました。金額よりもチームの環境を優先していたという大谷選手の姿勢に、本拠地で大谷選手を迎え入れたというドジャースの関係者は、大谷という人物に恋に落ちたと口にしたようです。1000億規模の金額が動く大型契約でしたが、面談の内容はマイナーのシステム、野球がどれだけ好きかに加え、MVP 発表で話題になった犬の話にまで及び、幹部の一人は、危なかった。もし僕の妻にこの話をしたら、すぐに大谷の虜になってしまっていた。僕と結婚してからでよかったよ。本当に彼は笑顔の似合うナイスガイだ。とジョークを交えて大谷選手にメロメロになっている様子を伝えました。さらに、ある情報源によると、ある時点で彼はそのお金がどのように使われているかを考えるだけでもバカバカしいものだったとさえ言った。同僚たちが言うように、大谷には野球をすることと野球のためにトレーニングするという2つの娯楽がある。と記事では大谷選手の人柄を伝えています。私たちは衝撃を受けたと語ったという別のドジャース関係者は、私たちは何が彼にモチベーションを与えているのかを知りたかったが、それはとても単純だった、野球をすることだ。CEO やブランドとして成功したいと考える人もいる。翔平はただただ爽やかだった。私たちは彼と契約することでさらにいい気分でそのミーティングを終えたと分かっている。と大谷選手にすっかり魅了された様子でした。契約を結んだ当事者まで、ハッピーな気持ちにさせてしまう大谷選手の人間力には、改めて驚かされましたが、この超大型契約に一言もの申したい人物たちがいるのも確かです。否定的な意見のアンサーは、実は大谷選手がドジャースとの契約を発表する前から、契約規模が大きすぎるのでは、という、やっかみのような意見は少なからず存在していました。アメリカポッドキャスト番組、ザ・ビッグ・リーグス・ダイリーで司会を務めるダン・クラーク氏は、自身の X で、翔平大谷は本当に素晴らしい、今の野球界では他の追随を許さない存在だ、彼が引退する頃には間違いなく史上最高の選手の一人として語られるだろう、好感が持てるし勤勉で尊敬もされる、本当に何でもありだ、だけど6億ドル待ってくれ、彼は来年に30歳になる、しかも2025年までは投げられないんだぞと右肘の怪我を引き合いに出し、当時伝えられていた6億ドルの契約は大きすぎると指摘していました。さらに正式な契約が発表された直後には、
クラーク氏と同じくポッドキャスト番組トーキンハロスの司会を務めるジャレット・ティムズ氏も DH だけの選手に年俸7000万ドルだぞと異論を唱え、スポーツコメンテーターのクリス・ルッソ氏は大谷に6億ドルを払うやつは頭の検査を受けろとかなり手厳しいコメント。これにはサッカーなどに比べてマイナーなスポーツ、しかもアジア人であることも関係していると言われており、一部では回収できるわけないという論調もあるほどです。ですが大谷選手を間近で取材してきた人物ほどその契約金は高くはないと主張します。ジアスレチックのエンゼルス担当サム・ブラム記者は 6,7 年の広告費だけで元は取れる。彼はお金を生み出す工場、大谷は日本人にとってマイケル・ジョーダンのような存在と語っており、同じくエンゼルスの地元スポーツ局バリースポーツウェストの実況ウェイン・ランダソ氏も彼を取り巻くビジネスを理解するには実際にその影響力を目にしないと無理なだけ、7億ドルでも安すぎると感じていると言い切りました。中でもブラム記者は大谷選手がエンゼルスに加入してから取材を続けており、エンゼルスの選手からも地元びいきの記事だけないところが高く評価されています。そんなブラム記者はこれほどの巨額契約が回収できるのかとする声に対して、大谷の持つ人間性やこれまでの道のりを正しく判断するべきと忠告を行いました。7億ドルの契約についてあれこれ言う人がいることは認識します。ですが彼は3年連続で MVP 獲得する活躍を見せてきました。1年はアーロン・ジャッジの歴史的な偉業とぶつかっただけです。投打の両方でメジャートップクラスの成績を残すことがどれほど難しいのか、何か言いたいことがある人はもう一度そのことを考えた方がいい。大谷は新しい何かにチャレンジしたわけではなく、自ら想像してしまったんだ。他の誰にも同じことはできないと語りました。しかも大谷選手はこれまで給料が低すぎる MLB の選手10人という記事で2位に入るなど、実力と年俸が見合っていない選手の一人として知られてきました。 MLB では25歳未満の海外 FA 選手は年俸が制限されるルールが存在しており、メジャー挑戦時に23歳だった大谷選手はこの時もお金よりも夢を優先して海を渡りました。大谷選手の CM などを手掛ける日本の広告代理店の関係者もそういった姿勢が大谷選手のブランディングを作り上げているといい、大谷選手の CM 契約料は今や1年10億円とも言われていますが、費用対効果は抜群です。例えば化粧品会社のコーセーは2023年から3年30億円という破格のグローバル広告契約を結びました。これは同社と契約したフィギュアスケートの羽生結弦さんの3倍とも言われます。当初はさすがに回収は無理かなと見られていましたが、いざ蓋を開けるとすぐ3月に WBC で世界一と MVP を獲得。最初の雪肌精の CM1 本だけわずか3ヶ月で売上30億円は軽く超えてしまったそうなんですと、その広告的価値の高さに驚きを見せました。これまで化粧水といえば女性をメインターゲットにしていましたが、大谷選手を起用したことで男性客の掘り起こしに成功、新規客の需要が一気に増え、今や高校球児の日焼け対策にも影響を及ぼしています。一方スポーツ関連では2022年でアシックスとデサントの契約が終了し、23年からはアメリカメーカーのニューバランスと新たに用具契約を結んでいました。ニューバランスといえば11月に国内約2万校の全小学校にそのグローブ約6万個を寄付するニュースが報じられたばかりで、かつて例になかった宣伝効果について関係者たちからは、大谷選手の宣伝効果は企業イメージアップにも商品売上にも大いに貢献中、広告の歴史上で見てもここまで有料な広告塔は日本で他に見当たりません。まさにバスケットボールとナイキをメジャーに押し上げた MJ級ですと、バスケットの神様と肩を並べると表現したのです。移籍先がドジャースに決まったことで笑顔を見せていた栗山氏も、なぜ大谷選手がドジャースからこれほどまでの価値を置いてくれたのかとの質問に対して、みんな忘れがちですが翔平は手術をしてリハビリ中ですにもかかわらずこれだけの評価を受けた。実は野球選手が一番マイナスになるのは故障で試合から離れるということです。ところが翔平は2018年2019年もリハビリ中でもバッターで出ていました。来年もリハビリ中でもバッターで出る。
普通の選手であれば約3年近く試合から離れる可能性があります。ところが二刀流だからこそ試合に出ながら進化し続けてこれだけのプレイヤーになった。本当の二刀流の意味というのはこういうことだったのかなと。野球はやり続けたい、試合に出続けるという環境というのが二刀流という形、自分が選択して前に進んだ、その素晴らしさをめちゃくちゃ感じますね。そこは翔平よく頑張ったなと思います、と自らが切り開いてきた道が評価されていると答えました。新たな舞台でのプレーを決断した大谷選手の広告的価値はさらに上昇すると見られており、一部の報道では実際にドジャースが受ける恩恵が1800から2500億近くになるとも予想されています。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の契約にあたって交渉の陣頭指揮を務めた代理人のネズ・バレロ氏は、彼のやることに驚いちゃダメです。彼がやることは本当にユニークでとてもよく考えられている。彼くらいのレベルに達しチームとシティの競争力維持のため僕はお金なんて必要じゃないという選手が誰か他にいるでしょうか、と大谷選手の意見がいかに得意であったかを語りました。大谷選手が世界一の契約を結んだインパクトは今なお広がっており、これから契約の詳細や裏側などが伝えられればさらなる報道合戦が行われることは間違いありません。盟友といえる水原一平通訳のドジャース入りも発表されたこともあり、大谷選手はリハビリを続けながらも全世界注目する来年3月の開幕戦に向けて虎視眈々と準備を行っています。このチャンネルでは野球に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。最後まで見ていただけた方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。